ジーマ・ビラーンは、ロシアの歌手である。本名は、ビリクトル・ニコラーエヴィチ・ベラーンで、カラチャイ・チェルケス共和国の生まれ。ロシア語圏では、高い人気を誇っており、ユーロビジョン・ソング・コンテストへは二度の出場を果たしている。カバルダ・バルカル共和国の人民芸術家と、功労芸術家の名誉称号を持つ。日本語では、ディマ・ビランの表記も多く見られ、揺れが多い。 ビークトル・ベラーンは、1981年12月24日に、当時は、ソ連ロシア共和国に含まれていたカラチャイチェルケス、共和国のウスチジェグタで生まれた。1歳の時に、一家は、ナーベレジュヌイエチェルヌイーに転居し、6歳の時に、カバルダ・バルカル共和国のマイスキーへ転居した。ビークトルは、マイスキーにて、音楽学校を卒業した。 最初に出場したコンクールは、マラドイエガラサーカフカーザ、カフカースの若い声であった。その後、クネシン姉妹記念国立音楽院の声楽家を卒業した。ピークトルは、ジーマ・ビラーンという芸名で歌手活動を開始し、2002年に開催された、ロシアラトビアのフェスティバル、ノーバヤ・バルナー、新しい波で第4位を獲得し、デビューを果たした。2003年には、 デビューアルバムとなる、ナチュノイフリガーン、夜のならずものを発表した。2004年には、大きなブームを巻き起こした、ナビリグーに言えば、空の岸辺で、を発表した。音楽プロデューサーは、ユーリー・アイゼンシュピースが担当した。ジーマ・ビラーンが、初めて、ユーロビジョンソングコンテストに挑戦したのは2005年の、ことで、2頭、そうじゃないを歌い、ロシア予選で、 第2位を獲得した。2005年12月には、トイーダルジュナー・レアダム・ V1 君はそばにいなければならないでサンクト・ペテルブルクと、アルマータで2つのゾロトイ・グラム・フォン賞を獲得した。音楽プロジェクト、ノービー・エ・ピエース・ニ・ア・グラ・ーブナム、大事なことの新しい歌では、ベール・ V カナール賞を獲得した。ランブラーの投票では、ジーマは、ショービジネスにおけるこの年の代表者に選ばれた。 2005年末には、ジーマは、アメリカ合衆国のエージェントから、ピーター・パンの音楽会に参加するため招待された。12月にはまた植物園で、ジョジョーシフのクリップ、ヤー・チビア・ポームニュ、私は君を覚えているを撮影した。2006年3月14日は、キエフで行われた、ザラターやシャルマンカ、カノの手風キンと、ミジュドゥナロードヌイエバズナグラジュジェニアムスイキー。 国際音楽法上では年間歌手に選出された。この時にはネバーレット融合が歌われた。2006年3月にはペール V カナールによってジーマはユーロビジョンソングコンテスト2006におけるロシア代表に選出された。ネバーレット融合を歌ったジーマは決勝で2位を獲得し、当時ロシア代表の最高記録であった2000年のアルスーによる2位に並んだ。 2007年には、アメリカの音楽プロデューサー、ティンバランドプロデュース曲、ナンバーワンファンを発表した。2008年3月にはジーマは再び、ロシア代表に選出され、ユーロビジョンソングコンテスト2008に出場した。ジーマは、フィギュアスケート選手のエフゲニー・プルシェンコ、ハンガリーのバイオリニストであるエドウィン・マートンが、登場するパフォーマンスの中、ビリーブを歌い、優勝した。 ありがとうございます。